もうすごいですよ。けど。というわけで今日もやってまいりました。もうすごいですよ、風景が広がる中で。駅舎ですね。で、なんかフードセンターがねあるんですけども、大宮さん、今日はね、こちらお邪魔しようかなと思います。観光タクシーがねあるんですけども、テレホンカード、入っていきます。JR 西日本乗車券販売所、缶バッジ、上等級の方、券売機入場してください。ちょっと入っていこうかなと思います。屋根が落ちてくる、屋根から落ちてくる雪にご注意ください。雷かと思ったけど雪ね、雪が結構豪雪地帯かな。よいしょ。こんな感じでございます。まあ、冬になったらね、結構なんか雪がすごいようですね。これ暖炉もね、係の人がっていうことなんですかね。
1日ね3本ということで、電車がでね、雪が結構降るので冬とかはね、かなり大変なのかなと思いますけどね。この、ね、中でこうやってスーパーがあるのもすごいかなと。なかなかないですもんね。昔はね栄えたんでしょうね、運送会社とか観光タクシーがね、会社があったりとかで、近くになんか郵便局、ちょっと大きい感じの郵便局がありますね。集配車みたいなのも止まってます。というわけで今日はこんな感じをお送りいたしました。なんかねすごい、まあ駅いろいろ回ってるんですけど、それぞれあのね良さがあるかなと思うんですけども、ね、ここはちょっとなんか昔栄えたのかなというか、ねそんな感じがします、ね、いうことです。というわけでまた、次回もよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。